どうも皆さん、おはこんばんちは、アニジャでーす。オトジャでーす。アストロニャー、続きをやっていきたいと思います。はいよー。いやーね、早く3人目来ないかななんて思いながら俺設置頑張ってるんだけど。そうですね、この前奴隷市場で1人雇ったんですよ。奴隷市場おついちっていう、なんか生きにおいしそうなのがいたんで、多分そろそろね、なんかあの星の向こうから何か近づいてきてるような気がするよ俺。星の向こうって、どこの星の向こう？まあ、雲に今隠れちゃったな。あ、飛んできてる、飛んできてる。あ、来た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 、撃ち落とせ。あー、あー、来た来た、降りた。おい、あー、なんか丸いね、丸い。どこっすかこれ。うん、これから君はここで働いてもらうのだよ、ここで死ぬまで。はい、わかりました。あの、奴隷のおついちです。はい、ここで30年働くと市民権が得られる。あー、わかりました。じゃあ30年とりあえず働かせていただきます。あー、オトジェニが、ね、オトジェニが溜まってるから、ここでの通貨オトジェニだから。やべえ。あの、チンチロとかして稼いでください。おついちくん。時給8ジェニ。おついちくん。3人でね、やってきたと思います。はい。もっか我々、基地を拡張するのがやっぱ目的なので、一つあれなのは、こう入ってね、アニジャのセーブデータだから、我々おついさんと私はね、多分毎回アイテムをどっかに預けておかないと入ってきた時なくなってるんだよね。なるほどね。そうね、多分ないね。え、どっから化合物をパクってくればいいのこれ。化合物、あ、まあなんか化合物か、置いてあるのは基本使っちゃっていいよ。あ、はい、わかりました。今設置してるから。樹脂を探しに行かないと。すんごい、なんか樹脂ないのか。平らだね、ここ。すごいね。もう俺が全部、とある人物が平らにしまくってたんです。あ、そうなんですか。職人技ですよ、これが。すごい暇人ですね。まあまあまあ、何も間違っていない。いやいやいや、何も間違っていない。いやいや、快適にするためにやっているのに、それはないだろう。あ、混合物プラントがここにあるんだ。あー、いいね。それ増えたんだね、今ち。すごいすごい。あ、これは楽だ。どっかに、あ、樹脂あったぜ。樹脂ここら辺入ってるぜ。こっちに、よいしょ。バッテリーがね、オーガニックゲット。で、とりあえずソーラー作んないとな。ソーラーぐらいはちょっとないとね。そうだね。まあでも基本的にもう基地から電力が供給されますから。あ、されてますね、確かに。こんなに気にしなくてもいいかも。なるほど。むしろ予備のポケットにしちゃうみたいな。いいよ。いや、まあ皆さんちゃんと見つけたらオーガニック回収しといてね。あ、オーガニック、そう、もう薪がないとちょっとさすがに。オーガニック発電ですから、この人。夜はオーガニック発電。あ、なるほど。オーガニックないとダメだからね。よいしょ。草刈り状態。よし。あー、日が昇ってきた。勝ったな。なんか別ゲーになってる人が。一人だけ目的違うから。金持ちになるために俺らはね、ここに来たんですよ。ああ、金持ちになるために。そう。でも君はそのための道具だもん。あ、なるほど、理解した。投資だよ、投資。理解した、理解。ここで一山当てないと。はい、僕は帰れないんだね。いやいやいや、帰れないどころか置いてかれるよ。あ、え、この星に置いていく可能性がある。え、ちょっとそれは困る。最悪だな、二者財閥。いや、財閥じゃないよ。一投資家だよ、ゴールドラッシュに来たんだよ。よいしょ。さあ、掘って埋めて、樹脂をたっぷり回収したぜ。平らにする。オッケー。掘って、こんだけ樹脂があれば埋めて、あ、ちょっとあれが作れそうだな。よし、平らにする。平らにしてる、この人。下に埋めてるのよ、全部。マジで平らにしてんな。掘って、ここで多分こういうことするとすごい怒るんだろうな。やめてー、やめてー。埋めてやろうか。じゃあちょっと探索に行こうかな。パコッと。よし。え、オーガニックは欲しいんだっけ、いっぱい。オーガニックあれば嬉しいよ。はーい。まだね、我々は。どっかにアルミあったっけ、俺ら。アルミはどうだったかな。ないと思うよ、見かけないんだった。ノーアルミ。ノーアルミだね、確か。もう使っちゃったはずで、風力発電作って風なくねっていう。そんなせちがらい感じに、そういえばなってたっけ。銅はあるみたいだね。
どうたくさんある。いや、まあ最初のここの仕事は僕は雑草集めということで。雑草集め。雑草集め。まあ、あとは、まだね、開発できてないものがたくさんあるから、積極的に。はい。アイジャにくっついてって、未知なるものを運ぶときは、運搬作業を。そうだね、はい、荷物持ちに任命しよう。わかりました。電池がリチウムで、発電機が銅。石炭が必要だとか言ってたんだね、そういえば。供給が切れた。お、暇があったらヒドラ人生成しとかないと。お、オッケー、ちょっと混合物結構これアルミを探してくる。切れた。いやお父さん混合物持ってる？混合物ね、持ってないんですよ。あ、ないか。ないんですよ。向こうに残ってたかな。混合物の山を掘り当てたいんですけどね。そうだね。ジャック石ですね、これは。お父さん、つまりテザー持ってないってこと？テザー持ってない。わかった、じゃあまたそうではないか。アルミはどこだ、どこだ、アルミ。はい。お、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 はい。どこだ、どこだ、お父さん。ああ、ありがたい。そうだね。で、やったー、テザーだ。あ、お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 。それでは、テザー入れは、あ、テザーじゃないや、オーガニック入れはどこですか？オーガニック入れまだ作れてないんです。まあ、ここが現状発電エリアで倉庫なので、ここに挿しといてくれると。あ、はーい。もう一個倉庫作ろうかな。あ、なるほどね、ここに挿しとけばいいんだ。そう、あれ、こっちの混合物欲しい。おつゆさん、混合物掘り当ててきてくれ。じゃあ了解。混合物が足りないでしょ、うち。探して。あ、でもこっちにおつゆさん洞窟があるんで。はーい、あるかな。こっち待ってね、オーガニック。よし。この辺をね、平らにして。ん？おう、電源ない。どこだ？俺がいる方だよ。土屋さんがどこにいるか分からない。その下。この下か。あは。いらっしゃい。ああ、痛そう。痛い。痛そう。ボコボコ言いながらそっち行ってたけど。あんまり穴ぼこだらけにしたから。あれ、電気がない。あー、夜になってきた。発電開始。オーガニックパワー発電中。いいね、オーガニックたくさんある。オッケー。ブレブレって帰って殺した。研究材料投げ飛ばしてきた、こっちに。よし、研究開始。微妙に落下ダメージが。なんだヒドラ人。あ、混合物ここにいっぱいある。ヒドラ人でも実はすげえ価値のね、あるアイテムだということが分かります、そのうち。現状使い道がないからこう困るよね。現状はね。そのうちあるんですかね。そのうちあるのをちょっと頑張って証明しようとしてるんですよ。おう。受けといて。よし。おっ。おっ。一瞬でもう。自分が掘ったとはいえ、穴だらけだと結構歩きにくいので危険だな。そのうち、地下にも聖地大臣を呼ばないといけない。まあ、地下を聖地するんですか？多分。地下聖地も視野に入れていかないと。あー、綺麗になりなさーい。この辺をすっ、ここない。あー、素晴らしい。色、こんなにも平らな大地が広がっているではないか。全部後で何とかしたい。何とかしたい。何とかしたい。全然。あ、これじゃないか。アルミやったー。一瞬でオーガニックなくなるな、やばいね。酸素かー。電気もなくなっちゃうよー。オーガニック切れですよ、もう。もしこっちが広いから拡張する分には問題ないでしょ。
絵に入れた。あーどんどん平らになーれ。よいしょ。地下への道もちょっと聖地大臣頼みますよ、ほんと。あ、ごった方ですから今。そうね、今こっち側もうだいぶ広くしたからいくらでも広げることはできるはずだ。よし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 。これを確かこれだ。アルミニウム。ということは、こうして、よし、アルミをゲットしたぞー。でここにお供えして立ち上がれ。さあヒドラ人、ヒドラ人を持ってまいれ。ヒドラ人、よいしょ。ヒドラ人たくさんあるからね。で、ここまず設置か。で、一旦基準ここ、この設置。あー、ちょっと、ほんとヒドラ人だらけだな、これ。ほいほいほい。あれ、出口どっちだ。そこを上上がっていくと。おーい、よいしょよし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 。どけなさい。ああ、あおってよいしょ。あれ、また立ってる。さあご覧ください。何これを。ん、なんだこれは。プラットフォームを交換するという謎の日本語が書いてあったやつです。お、プラットフォームを交換する。今リチウムに設定してあるので、はい、このヒドラ人満載のやつを打ち上げるのです。打ち上げる。お、おお、何それ。どこ行くの、どこ行くの。え、どこ行ったの、あれ。どこ行ったの、あれ。商売しに行ったっぽい。商売しに、ヒドラ人売りに行ったの。この世の中で物々交換しに行ったわけですよ。プラットフォームを交換する。ほー。え、じゃあヒドラ人の代わりに何か来るの。つまりリチウムが返ってくるわけですよ。え、なんかでも今もう上がってたように見えたけど、俺の画面上。僕は発射してったけど。ああ、嘘、あれ。どういうこと。なんか 2個発射してったけど。うん、2個発射してったね。もう俺が発射した後だから多分意味ないよ。いつ帰ってくんだ。もうそろそろ帰ってくると思うよ。あ大丈夫か。ちょっと時間かかんねん、行ってからやっぱ。あ、なるほどね。まあ、それはそうだろうっていう。よいしょ。じゃあヒドラ人いっぱい作って上に送ればいいのね。太陽だ。つまりはそういうことだよ。任せなさい。帰ってきて帰ってきて帰ってきてる。早いね。ほら、リチウムくっついてるでしょ。リチウムになった？どこ？ほら。え、どこ？これ。これ？ああ、1個。1個になるんですよ。リチウムはレアですからね。やった、リチウムゲット。電池作れるじゃん、これで。やばい、嵐来るぞ。電池セットして。左斜め前あたりから嵐来てる。やばいやばい。早くもう一回ヒドラ人を。ヒドラ人まだ溜まってないエネルギーが。俺、降りとくわ。俺も降りとく。お前らー。降りとくわ、ちょっと危ない。早くヒドラ人を。石に当たりたくない。あのね、なぜかね、洞窟の中でもね、風が来てるらしくてね。あ、上から来てますね。移動が遅くなってますね。あー、でもすごい、風来てるとね、風力発電半端ないね、これね。渡してくれ。俺の方前に行ってる。あ、いける。ボタンを押す。いや、押しても多分乗せないとダメだよ。取れないぞ。ん、わーい、混合物いっぱいだ。どうしたの。乗せるのが難しいんだよ。一回設定しないといける。カチカチ。ん、どうしたの。ヒドラ人78。違う、これでよいしょ。リチウムに設定すると、いや、収益1ってあんじゃん。うん、これが要は今ヒドラ人をマックス積んで1個返ってくるよってこと。これあれだね、向こうにあるのめんどくさいね。そのためにそのあれがあるんですよ。よっ、丸ごと持ってこれるから、まだ楽だよ。まだね。みんな暇さえあれば燃料凝縮装置でヒドラ人を生成するのです。おーい、非常に価値の高い。
アイテムです。洞窟を内を動きやすいようにしとくか。降りるぜ。よっ。なかなか痛い。あ、死んだ。え？勢いよく飛び出したら。そのまま落ちていった？よいしょ。あ、また死んだ。ええー？ちょっと勢いがつきすぎるところあれだな。足腰弱いんですかね。ちょっときついかも。来た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 。ゆっくり行こう。さあ、ね、リチウムをセットして電池作るぞ。いらん。あー、電池はどんな効果があるんだろうね。電池はほんとなんかバッテリーみたいな感じだよ。とりあえずここに混合物をいっぱいぶん投げときます。いっぱい電池あれば、いや電気を備蓄できるみたいなの。そう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 。よいしょ。とりあえずここに入れとこうか。じゃあほらリボルバーみたいに溜まってってるでしょ。あ、ほんとだ、回ってる。その通り。これが要はすごい電源が溜まってます。昼のうちに充電し、ここに溜め込むことが可能なのだ。おー、完全にファクトリオだな。電源セルは何なんだろうね。電源セル、電源セル消耗品です。おほ、個人用のバッテリーみたいな。あ、なるほど。使い切り。あ、だからなくなっちゃうんだ。そうなるんですよ。あら、それに混合物を使うのはちょっともったいないな。もったいないね。まあ、もったいないと考えるか、まあ無尽蔵やねって言って、とりあえず使っとく。ああ、うまく使いなさいってことですね。風力発電でギリギリ今動いてますわ、うちの電力は。あとは、未知を持って帰りますね。そうだね。そうだね、未知が意外とあるからね。電気があって、何、結構ありますね、未知がね。なかなかいいですね。ああ、電源回収、帰り道が分からなくなる。ではうるせえね、迷わないよね。はーい。お、あ、もう手じゃないのか。あ、こっちが外出られるのか。おお、オーガニックがたくさんある。ミッチ、お、来た。研究だ、こっちへ持ってこーい。近くに置いときました。お、どこだ。オーガニック回収せよ。研究します。研究。あっ、危ない。コン、わーい、混合物出たよ。いらない。ほんまいらないわ、混合物とか。でもいいね、これバッテリーに溜め込んでくれるからさ。はあ、ははあ、ほんとなんか意外といいよ、この電池。電池いっぱい作って夜を、夜を快適にしたいね。夜を越せるぐらいの電池があれば申し分ないんだから。そうですね、厳しい。あのね、風力をもうちょっと作れば場所いけるかな。アルミ必要だわ。結局アルミ不足ですよ。となるとやはり鉱物が結構必要。そうね、アルミがないと今んとこ増車装置も作れませんからね、車も。でも会話の内容がなんか別の惑星で経験した話のような感じになってますね。そうなんだね。ね、石炭切れだわーみたいなね。電池がないわーみたいな。どうねーわーみたいな。とりあえず俺はもうただひたすらでヒドラジンを回収するボタンを押す人みたいになっちゃってるけど俺。よし、設置してきたー。で、樹脂もあるから。あれ、お、お、あれ、発電機がなくなったぞ。どこ行った。発電機あるある、ここにあるよ。どうだ。あ、こっちよいしょ。あれ、誰なんだろうな。こ、俺を置くとね、ちゃんと開くんだけどね、誰が置くと多分縦になってちょっと使いづらくなるの。あ、たまにその動きが、おお、飛んでっちゃってみる。お、あれ、あ、あれ、嵐来てる。よいしょ。びっくりした。え、うん、あ、じゃあ今移動したしね。風力カービンがすげえ空飛びながら風力発電してるのかと思って。やばいやばいやばい。これは、これは風が強い。
すごい、俺がオーガニックを置いたけど、どんどん電池の方に溜まってる。そう、オーガニック発電が無駄なく使えるという意味ではいいんじゃない。石炭が出たんじゃない。ナイス。そうね、無駄なく使えるっちゃ使えるね。そうそうそう、溜まっていくから。なんか発電機はほら、どんどん使ってっちゃうからね。こっち側に拡張したのか。こっちにも拡張した。増車装置、お車を。こっち、こっち右に広大な土地を用意しているのに、こっちに立ってる理由は何なんだ。しょうがない、ね、そっちも開拓してくれないかなと思って。あの、一番向こう側に酸素が見える。広大ネットは広大。言わせないで。よいしょ。いいよ、いい色、いい感じだよ。かなりひどらってるよ。まあでもちょっとあれだね、やっぱりここの洞窟もだいぶ掘り当ててるから、乗り物を作ってね、遠くに行きたいね。もうね。で、ここにいた灯台を、そしてなんかひたすら自動的にこう作ってほしいよね、これ。そう、燃料凝縮装置とかは。それは言えてるね。とりあえずマックスになりましたみたいな。もしかしたらそういうチップがあるかもしれない。緑色とか紫色とか赤色とか。ないです。残念ながら、残念ながらね。お、帰ってきた。アルミを乗せて。お、嘘だ、危ない。あ、違う違う違う、俺のテザーが。じゃあこの辺開拓するか。よいしょ。 OK、 車を作れ。開拓するかって言っても毒ガスの実が多くて怖いんだよな。はい、痛い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 、言わんこっちゃない。ローバーとシャトルが作れるようになった。取ります、いっぱい取ります。本郷ブツ、本郷ブツが欲しい。お、あったあったあった、大量に落ちてるじゃないか。あれ気のせいか、なんかここにたくさん落ちてるぞ、なんかソーラーとか。お、どうでいいぞーが。これなんだ。で、風用に。よし。あれはなんだ。あ、樹脂臭い。一人乗り用の車を作っちゃう。はいよー。3台あればいいわけだでしょ。っていうこう。そうすれば個人的にこう。いけるわけです。はい。駅を作るのに立つ必要か。よいしょ。ふぃーん、これで車ができるぞ。おーい、おお、いいね、いいよ。できた。やり方としては、ああ、もうテーザーない。混合物はどこじゃん。ああ、暗い暗いよ、暗いよ、怖いよ。まだ電源あるでしょ。オーガニック発電している。よし、とりあえずラテライト班上に上がります。はいよ。大丈夫、風力がちゃんと来てる。動いてる、風力が。風力が、動いてるね。左から風を感じるぜ。こっち。でんてかでんてかでーん、てっと。よしよし。こっち。よいしょ。
よし。か、ダッサ。ダサさ加減がやばいけど、まあ、こうするしかないな。おし、車に乗れるようになった。どれ？こちらです。あー、ダサいね。ダサいって言うな。個人用の、おい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 、なんで連れてくんだよ、ダサいって言った割に。それでちゃんと混合物回収しに。あ、なんか飛んだぞ、部品が。壊しただろ、お前。ソーラがすごい勢い飛んでったぞ、これ。欠陥車じゃないか、これ。欠陥車とか言うんじゃないよ、お前。大事に作ってんだよ、こっちは。3D プリンターだ、しかも俺のお手製じゃないわい。どこについてたのかと思った。横についてもいいし。横についてないと多分ね、どっかドッキングしようとするときにね、パコッと外れちゃう。どういうことなんだね。うん、前につけてたから取れちゃったんだね。夜になると、なんつうの、こう、全くもって走る場所がない。まあ、これがあれば、とりあえず荷物の運搬には事欠かないでしょう。ラテライト真ん中置いといたよ。イェイ、Thank you。石炭とかな。おー、ラテライトすごいな。ドゥーになんでしょ？ラテライトドゥーになるよ。ラテライトをドゥーしてください。おう、これかい。綺麗に。あ、違う、ラテライトアルミンだ。まあどちらにしてもレアになる。素晴らしい。こいつの分解凝縮装置はどこじゃ。基本的にこう組み立ててから気づいてるよ。かなりこう効率が悪い場所に全てある。アニジャさんが許せないパターンのやつ。そうですね、ちょっとこれ許しがたいですね。ピザ。よっしゃ、行くぜ。よし、アルミゲッチュー。さらなる鉱物掘りへ参考してきます。ついてくぜ。あ、あ、危ない。いや、一気に滑って降りる。こっちがまだなんかいろいろあるの。うん、これ車が降りられるようにしてくださいよ、これ。車がこれ降りられるようにしてくださいよ。そうすればね、簡単にこう回収できるんで。あれ、どこだっけ。いや、車ね。あ、お、ほんとに結構あなたいろんなとこ進んでるんですね。進んでますけど、完全に道に迷ってんの、これ。死ぬぞ、あの人。あの人死ぬぞ。自分で撃ったテーザーどっから行ったっけっていうふうに状態になった。そっちじゃない？その左奥じゃない？こっちか。いや、こっちじゃないんだよな。おかしいな、灯台置いといてたんだけど。こっちの穴、怖っ、真っ暗。混合物、確かあっち側にあったよな。あっ、やばい。やばい、下回っちゃった。もう強いぞ、どこに。あ、下回っちゃった。なんか謎のアイテムがあるぞ。あれ何してるの。あれおりゃ。ちょっとそこにいるの。なんだあのお団子は盛り上げてる。あっ、未知の物質を発見。あ、やばい。おついさん、これはやばい。あれ、おついさん消えたぞ。おお、これはやばい。なんだこれ。どうしたの、うちさん、どこ行ったの。いや、あの、あ、いたいたいた。あ、なんかいろいろ出てきた。あ、いた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 。こんなんあるんだ。救助して、救助して。あ、あー、これ邪魔だな。おとじゃくん、これ無理。わかんないわかんないわかんない。何が起きてんの、そっちは。どれどれどれ、見えないよ。おつさん、消えたぞ。もう遭難者出た。あ、あー、あ、お亡くなりの音は聞こえたね。あの奴隷何、脱走した。とりあえず怖いから埋めとくわ、ここ。おはようございます。おはようございます。あー、テザーが俺の。やられたか。よいしょ。よしよしよし。もう何もないんだから。おついさんの、おついさんの亡骸と一緒にここ埋めとく。後ろだよ。本当に。今後ろだよ。埋めといて、そこ危ない、うん、危ないね。なんもないんだったら埋めとこう。うん、あ、おとじゃくん、こっちはこっち。こっちこっち。このでっかいの邪魔。その邪魔だね。あ、いたいたいた。車降りられるようになった。いや、まだ。こっち行って、この最速仕掛け。おお。で、こっち行って、灯台ついてる。すごいね、この車いいよね。俺こういう乗り物好きだわ。
すごい広告の車みたいな。おお。なんか歌とか流れながら言ってるやつでしょ。あなた言ってるのは。そうやめてくれる、そういうなんかこうロマンの感じもない感じ。ね、サンフランシスコとかにもありそうな。あ、よいしょ。どうやって登るの、おじいさんそこ。削ればいいじゃないか。コンゴブスがねえな、こんな感じ。あ、はい。はい。あー、なんかすごいの生えてるよ、おつゆさん。何これ。え、何？え、どういう次元なのこれ。なんか、え、危ない危ない危ない。薄い一枚のこう、あれしかないよ、ここ。どういうこと。あ、右横をコンゴブスだな。あれ、こっちじゃないか。ちょっと削ると、いや、こっち削って、え、これは何。狭間が見えてる。一部を持って帰ってくるのです。あ、あれ、ちょ、マスです。あ、おつゆさん。危ない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 よ、ちょっと危ない、ここ危なすぎるよ。何これ。でもラテライト下にいっぱいあるんだよ。いっぱいあるって、ここ落ちたら死ぬでしょ。ちょっとテザーを持ってない。俺ないよ。あ、酸素なんでないの。どっかないかな。どっかないかね。混合物脈が。なんか死体があるけど、これ気のせいですか。気のせいです。抜け殻です。これでもさ、下降りてきたけど電源がないから、よし、オーガニック発電もないし、この道を持って帰ろう。戻らないってやべえやつだ。この先に行きたいんですよ。この先。いや、さっきのね、うん、お寺さんがこう落ちそうになったところのね、先に行きたいんだけど。いっぱいある。すげえね、四駆だねこれは。この登り方は四駆だねこれ。とりあえず、とりあえず落ちたらテザーをだ。あー、やべ、道を持って帰りつつ。あー、飛んでった、どっかへ飛んでった。あー、待って。あー、電球材料ゲットしつつ。よし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 、そうね、上に戻って。危ない危ない危ない、うん、今俺も研究材料持って上に上がって。研究材料持って、何、上上がってくる。うん。こんなとこに死体があって、なんか俺のじゃねえか。埋めといてくれ。てってんてれん、さよなら俺。てるてるてる。あんちょ、俺がひっくり返ってる。さあ、研究材料をつけたまえ。いいよ。待ってくれ、今俺を、俺自身を。自分を埋葬している、この人。すげえ、ルーパーみたいな感じなんだけど、映画の。自分を。自分を埋葬したぞ。よし。つくかな。あれ、つかねえぞ。つかないか。外さないとダメかも。つかねえぞこれ。ちょ画面が、あ、外したらついた。1個、おい、1個しかつかない。あなたが降りればもう1個つかない。誰が運転するんじゃい。早く行ってらっしゃい。ここに置いとけば、アニジャが自分でつけて持って帰ってくれるか。頼んだぜ。だ、俺らもっと持ってこい。すごい、なんか総配力みたいな試されてるわ。テザー持った。テザー持った。テザーない。あー、上から。分かった。よし。うわっ。で、車でも降りられるんじゃないの。降りられるけどね、もうちょっとスムーズにしてほしいね。スムーズね。研究開始します。あれ、あんなにあった混合物か。混合物はもはや切れかかっている。あ、いや、でもここになるはずだ。あはは。ブワーイって思ったらヒドラ人かい。よし、1個できれば、1個できればとりあえず。はいはいはい。いやー、繊細なこう掘ったり増設する技術が必要だよ、ここ。移録しつつ。よし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 。英知大臣。英知大臣、どう、おじいさん。ちょっとローバーはあれですね。テーザー持ってきた。ナイス。なので、あの、右翼を開拓したい。開拓してみる。ああ、電源がないよ。そもそもこれが邪魔だな。電源がありません。おー、今電源切れを起こしますね。ほい。オーガニックパイパー。オーガニック、あれ？チタン燃やすわ、じゃあ。聞いてそうなやつ。よいしょ。チタンでの電力供給を開始。ここをこうして。チャージマックスになってるな。
よいしょ。新たなる資材を探しに行くしかないね。おい。お、こっち側にも。おついさんの生命線を今切ってしまった。しかない。おい。おい。俺死んじゃう。大丈夫。とりあえず電気吸っとこうぜ。イエーイ、カモンベイビー。あ、ガスがやばい、ガスがやばい。これで万が一電池切れになっても夜でも帰ってこれる。おお、崖ブチ。おっち。お。あ、こっから下がれるぞ下に。それさ、斜め整地難しいね。当たり前よ。俺もそれやれるのにやっぱ5年ぐらいかかったから。5年もかかってるの。ええー。そんなに5年ぐらいかかったからね、やっぱりその技を手に入れるのに。あら、おじいさんどこ？下下。あ、こっちか。この辺のね、新しい探索ポイントをきれいにしておきたいのよ。あは。混合物を探すために私出てるんですけど、意外と混合物周り枯渇してますね、これ。ナイス、探さないと。混合物…おじいさん、毒ガスにまみれてるけど大丈夫なの？この辺までは大丈夫。俺の視界からだとだいぶ毒ガスにまとわりつかれてるように見えるんだ。たまに赤くなるくらいは大丈夫。すげえ、毒ガスと大丈夫、水さえ舐めてれば大丈夫。深いと共に生きてるな、あいつ。風の谷のおついちだな。わしの指を見てくだされ。音じゃ綺麗と言ってくれました。アホや。音じゃこんな指でも綺麗と言ってくれた。汚ねえな、触るなよ、ジジイ。ジジイ、俺に触るなよ。ああ、もう絶対あいつ埋めてやるわ。嵐で何も見えんくなった。ああ、嵐の音が聞こえる。嵐じゃ、オウムの群れだ。ああ、見えた見えた。パパ様、耳が痛い。パパさん、パパの代わりに。あ、毒ガス、毒ガス。おじさん、毒ガス。うん、死ね。あ、マジで。あ、なしかもなんか上に嵐があるんだろうね。そう、上に嵐があると。おついさん、おついさん、待って待って、どっ…あ、こっち、こっち連れてこないで。ガスマスク…ただの毒ガス連れてこないで、ちょっとこっち。なんで上の嵐がここにまで反応してくるんだよ。だめだ、周り穴だらけや。おついさん、下に行きたいの、ここ。そうね。わかった。やべえ。任せろ。我が家が砂嵐に揉まれているのが見える。下に多分ね、ラットライトがまだあるんじゃないかと。意外と登れますね。ないですか。混合物が全然…ここもっと下を掘り進めってこと？今後ブーツ発見。うん。やっほい。ないか。なさそうだよ。ないか。じゃあそこはこれで終わりですかね。ちょっと嵐マジ。そうね。な、洞窟の中まで嵐が入ってこられると困るね。どうにもならん。この先の毒ガスどうにかしないと。あ、これか。よし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 。ダブルフォーメーションで仕掛ける。すいません、何そのかっこいい感じにしようとしてんの。一生懸命ダブルフォーメーションとか。ダブルフォーメーション、ダブルフォーメーション。おついさんが毒を受けて、その間に俺が、俺は右から行く。よし。あ、そして死ぬ。死んでんじゃん。いや、大丈夫だ。まだ、まだ。チッチッっていう声が聞こえましたね。大丈夫ですか。よし、道、道二つ手に入ったぞ。仲間の信頼度みたいな。危ないぞ、おついさん。何やってるんだ。やめなさい、人の足場をなくすの。危険すぎる。大丈夫ですか、チームメイトとして大丈夫ですか、それ。まあ、お互いね、やっぱり、うん、ちょっとスティープしたいかなって、あの人。やっぱりこう、何が起こるか分かりませんからね、こういうところで。そうですね。混合物は回収した。不運な事故とかね。ね、あるかもしれない。うん、不運な事故と書いて、恋だろ。ここにいっぱい集めといてくれたの、おついさん。ちょっと待って、混合物がここにいっぱいあるんだよ。いや、時々ほら、トラックっていうのがね、出てないんだ。出てくるはずなんですけど、ないですよ。じゃあ、人工物を探しに行かないと。ついに。これは結構きつい角度ですね。これ、ちょっと、音出さん。何ですか？入り口を拡張してもらえるって。入り口を拡張？入り口どっち？あの、最初の？車の入り口の拡張をお願いします。おぉ。で、私ちょっと繋いでてきたんで。鳴らして。繋いでてきたんで。繋げてきたな、ほんとに。これでちょっと滑らかにいきたいんですよ。
言いづらいだろう。すごい心配だけどな。あーあーと通った。大丈夫、それ車高制限あるからね、ここ。あー電池がない。あー大丈夫そうだな。ちょっとこのピンが邪魔ですね。ピンね、テーザーが。あ、引っかかってる俺。ピンどけて。あー引っかかってるね。もう、兄者に襲った。壁にお願いします。壁テーザー、壁テーザー。今どけるどける。このピンが引っ、お願いします。おおおお、まあ、テーザーの力にかかればね。びっくりした今。あとこう、ここら辺のスペースをちょっと広めに確保してね。お願いします。で、入り口に5、6個置いたとか言ってたけど1個もないぞ。あ、いや、この下に今ある。ああ、あれか。ほい。あれ、あ、スペース確保。ああ、いいですね。1回に2個ずつはこう確実に運びますよ、これで。ああ、いいね。連結すれば3個ぐらい4個ぐらいいきます。連結する。帰っていった。行きます。どうもねー。結構パワー的にきついんだけど。ちょっと待って、なんか後ろが引っかかってて。ちょっと待って、横に落っこっちゃうと大事故になるから。オッケーオッケーオッケー。何がしたいの。ちょっともうちょっとこう広くしてください、ここ。むちゃくちゃやな。こっち側車が通れる環境じゃないこれ。左側の方を取っててね。そう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 。あれ？あ、もう馬力が足りない説あるよ。後ろ引っ張れねえんだって、そんな重いもん積んでたら。そんなバカな。一回じゃあ切ってみるよ、切ってみるよ。そのままもう一回登るところまで行ってもらって、そこまでまず上がるでしょ。完全に馬力足んねえじゃねえか。そういうことがちょっと予想外だったわ。まさか馬力が足りないなんてことがあるなんて。車に馬力がやっぱ必要ということか。うわぁ、馬力が足りないのはちょっと。しょうがないね。どうしようもできない。あれ、どうしようもないね、本当に。トラックをやはり、向こう側も少し緩やかにしてきた。おぉ、素晴らしい。怖い、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 怖い。緩やかだけど、ゴツゴツしてる。ゴツゴツはね、マジで難しい。斜めをこう、整地するという作業は、多分もう、匠の技に入るね。あ、出てきた。乗った？うん、サイトが復活した。とりあえずもう一台そこに置いとくわ。あっ、ちょ、危ねえ危ねえ危ねえ、引っかかるこれ。どやばい、もう一台置いとくわ。オッケーオッケーオッケー。ああすごいドリフトしたな。なんかで役に立つだろう、多分。電力足りない時に車の電力から使えるし。おお、リチウム出てきたよ。誰かさんの車ひっくり返ってるから大丈夫。ん？大丈夫大丈夫、丈夫だから。オッケー。電池、電球材料。なかなか拡張されてきましたね、我々の機種。ヒドラジン、いいと思います。えへへ、そうね。すごい、電池がとうとうバッテリー、我が家バッテリー2つになったから。バッテリー2つはいいね。うん、朝のうちに相当。そう、バッテリー4つぐらいこうまとめて充電できればもう多分夜困んないと思うんだけどな。そうですね、電気に困んない。うん、やっぱこれ嵐来てますね、かなり来てまーす、かなり来てまーす。あとはほら、なんつうの、こう車を止められるスポットみたいなのがついつく作ってもらえるとすごい嬉しいですね。屋根付きで、屋根付きで注文をめっちゃしていくという。いやほら、我が家はほら一回あー危ない。あー飛んできてる飛んできてる飛んできてる。うわ、よしよし、車に乗ってればとりあえず大丈夫。いやー動きが、あー飛んできた。さっきからめっちゃ車に当たってんだけど、バコバコ。だんだんこっちに来てる車が。動きがやばい。え、これ乗ってれば大丈夫さ。多分。
しょ。こういうのを考えるとちょっと屋根付きが欲しいですね。そこをドームで覆ってあげようか、我々の街を。なんかソーラーがなんかどういう扱いになるのか分かんないけど、多分使えなくなると思うけど、ソーラーだけは外に出しとくみたいな。そういうのできたら楽しいけどね。できますよ。車めっちゃバコバコ当たってるけど、あれ壊れないから大丈夫なのかな。で3台ぐらい車作ったらちょっとみんなで遠出したりとかしたら面白いよね。そうですね。そうだね。いいんじゃないですか、みんな集合して。はーい。おお、なんかすごい電源ねえって出てるけど、電源ない。お、ん、よいしょ。あ、来た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 、はい、はい、ね、はーい、はーい。何この仁義なき戦い、これからみたいな。こんな感じでいいかな。はい、はい。というわけで今回のアストロニーア、ここまでにしたいと思います。次、我々はさらなる探検ができるのでしょうか。果たしてお金持ちになれるのでしょうか。お楽しみに。またな。またな。またね。